皆さん、こんにちは。2024年2月29日の夕方に飛び込んできた大谷選手結婚のニュース、電撃結婚報告に、大谷翔平選手の結婚相手は誰なのか、と騒然となっています。そんな中、現地の野球記者の話として、ニュースポスト7が、有力候補 A 子さんについて報じました。A 子さんに当てはまる人物を探したところ、元バスケ選手の田中真美子さんが浮上。そして先日話題になった自主トレを見学していた日本人女性と同一人物の可能性も出てきています。2月29日20時配信のニュースポスト7では、現地の野球記者が業界内で噂になっている女性がいると明かしたと報じています。元女子バスケットボール選手の A 子さんです。小学校から運動を始め、中学からバスケを始めたという筋金入りのスポーツ女子で、身長180センチ台の名門私立大学出身、世界を舞台に活躍した経験もあり、モデルのような活動したこともあります。大谷選手が語ってきた好きなタイプにぴったり一致します。引用ニュースポスト7。 A 子さんは昨年2023年に実業団を引退、インスタアカウントも削除し、すでに渡米しているとの噂もあるということです。情報をもとにすると、ニュースポスト7で報じられている A 子さんは田中真美子さんと思われます。どんな女性なのでしょうか。田中真美子は中学からバスケを始め、高校は女子バスケの強豪の東京成徳高校、早稲田大学在学中の2017年の台湾ユニバーシアードでは日本代表に選出され、銀メダルを獲得しています。富士通レッドウェーブに入団後は長身を生かしたセンターとして活躍。2021年8月にはヒバ女子アジアカップ2021に向けて日本代表候補に選ばれ、強化合宿にも参加しています。一方で3人制バスケ 3×3 の選手としての活躍も目立ちました。早稲田大学在学中から 3×3 の強化選手登録され、2019年6月に開催されたヒバ 3×3U23 ネーションズリーグ、2019モンゴル大会では日本代表として出場。2021年に開催された 3×3 女子の東京オリンピック予選でも日本代表登録され、最終メンバーからは漏れたもののサポートメンバーとして帯同。日本代表チームは見事五輪出場権を獲得しました。2023年に惜しまれながら引退されています。お兄さんがアパレルブランドを手掛けていた関係でブランドモデルをしたことも。2022年9月のサファリオンラインではデニムシャツを着こなして登場。普段とは違う素敵な表情を見せていました。180cmの長身なのでかっこいいですね。このように週刊女性プライムの A 子さんの特徴には完全に合致しています。ニュースポスト7の A 子さんは田中真美子さんに間違いなさそうですが、本当に大谷選手の結婚相手なのでしょうか。大谷選手は好きなタイプをまとめると次の通り、ずっと笑っていてくれる、普通にニコッとしてくれる、明るい、スポーティーで爽やかな感じ、身長が高い、ハキハキしている、控えめで誠実、頭がいい、チャラチャラしていない、甘えさせてくれる、引っ張っていってくれる、田中真奈美選手はぴったり当てはまる気がしますね。また、先日ドジャースタジアムで大谷選手が自主トレする動画に見学する女性が映り込んでいて話題になりました。その女性と田中さんが似ているという指摘もあります。大谷さんの結婚相手は去年引退した元バスケ選手田中真美子さんが有力とのことらしい。左は現役中の田中真美子さん、右は先日のトレーニング中に見学してた女性。同一人物でしょうか。大谷翔平選手の結婚相手について様々な予想がされていますね。その中で最も有力視されているのが元女子バスケ選手の田中真美子さん。名前が挙がってから3日が過ぎた現在もどちらからも否定コメントは出ていません。この記事では過去に大谷選手が否定した時のパターンと比較して、結婚相手である妻は田中真美子さんの可能性が高いことを検証してみました。大谷選手の結婚相手について現在公表されているのは2つ、日本人女性、普通の人、これだけです。しかし次のような理由から元女子バスケ選手の田中真美子さんではないかと言われています。田中さんが引退した時期と婚約の時期が重なる。田中さんはインスタアカウントを削除している。ドジャースでの自主トレ動画に映っていた女性がそっくり。ニュースポスト7が有力候補として報じた A 子さんが田中さんに当てはまる大谷選手の結婚相手が田中真美子さん。
という情報はすでに多く出ています。しかし2024年3月2日時点でどちらからも否定コメントは出ていません。田中さんについては SNS のアカウントも削除され、否定コメントを出す手段がないとも言えます。しかし大谷選手からも何もコメントがないのは暗に認めているのかなと感じます。というのも2023年1月に通訳の水原一平さんの妻について誤った報道がされた際にはインスタのストーリーズではっきりデマだと否定しているからです。水原さんの妻が元日ハムのチアリーダーファイティングガールズだった。妻は同僚から大谷選手を紹介してと言われて困っているという女性自身の報道について、一平さん夫妻にこのような事実は一切ありませんと完全否定。同時に自身についての週刊女性プライム記事の写真も添付、家を購入しようとしている、大切な女性をらに招いて年末年始を過ごした釣りタイトルで、記事を読むと母の佳代子さんのこと、母の佳代子さんは地元スーパーの会員になったなどという記事の内容を事実とは異なる報道が多数ありますので皆様ご注意くださいと否定しています。ネットでは温厚な大谷選手がここまで否定するのはよほどのことだと驚きが広がりました。自分からは発言することがない、大谷さんがインスタでこんな言うの初めてで驚いた、週刊誌の書いてあること、現地在住のタレコミとか在米記者情報とかやっぱり当てにならないの。しかし今回は否定コメントなし、それも有力候補と報じたのはニュースポスト7、前回注意されているのと同じ女性誌ジャンルの週刊誌なので、事実でなければすぐさま否定しているように思います。そのことからもやはり結婚した妻は田中真美子さんの可能性が高いのではないでしょうか。お二人の接点についても判明しました。二人にテレビ番組での共演などはなく、接点が謎に包まれていました。そんな中、雑誌ナンバーの独占取材に大谷選手が答え、出会い、馴れ初めについて語りました。その内容からもやはり妻は田中真美子さんと思われます。多くが明かされていない大谷選手の結婚ですが、3月7日発売のナンバー1092号で独占インタビューが掲載されるとのこと。その一部抜粋から出会い、馴れ初めが分かりました。短いスパンでたまたま何回かあったというのは、大谷さんの生活を考えたら事務しかないと思ったんですが、事務ではないんですが、練習している時だったみたいですね。大谷選手が日本で練習している時に出会ったのですね、みたいですね、と話しているように、大谷選手は認識していなかったそうです。彼女が最初に会ったという時のことを、僕は認識していなかったんです。彼女曰く、すれ違いざまに挨拶してくれたというんですけど、僕はそれがどこなのか思い出せない、練習施設の中の廊下だって。でもその次の2回目と3回目に会った時のことはしっかり覚えています。奥様ははっきり覚えているようですが、大谷選手はよく覚えていないようです。しかしここではっきりしているのは、2人の出会いは練習施設ということ。帰国時の練習で出会ったようですが、練習施設という言い方は大谷選手が日本の拠点にしていたアシックススポーツコンプレックス東京ベイなどが思い浮かびます。この施設はトップアスリートの顧客も多数、やはり妻、嫁はアスリート関係と考えられ、田中真美子さんの可能性が高いです。その後2週間ちょっとの間に3回会い、意識するようになったようですね。大谷選手も2回目と3回目はしっかり覚えているそうです。出会った時期については3から4年前、3年ちょっとかなと答えているので2020年と思われます。2020年はコロナ禍の初年度で、アメリカと日本の行き来は簡単にできませんでした。しかしその年のメジャーリーグはコロナのために開幕が7月に大きくずれ込みました。そのためマドン監督は大谷選手に日本に帰ってもいいと一時帰国を許可したことも明らかになっています。もしかしたらその時に帰国してコロナ感染対策がされた施設で練習していたのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。